ハワイ州ハワイの歴史ハワイのワイキキビーチハワイの歴史では50番目にアメリカ合衆国の州として登録されたハワイ州を構成するハワイ諸島における歴史を象述する有史以前は太平洋を渡ってやってきたポリネシア人たちが持ち込んだ伝統を守りつつ生活を営んでいたが1778年のジェームズ・クックによる発見以降 ハワイは近代化の波へ飲み込まれることとなる。島同士の内戦を経て、ハワイ王国という100年に及ぶ統一国家が確立し、欧米人との接触に伴って社会は急速に変容し始める。19世紀前半により宗教的基盤の確立と経済発展を求めた欧米入植者たちとその末裔は次第に経済的安定を保障するための政治権力を 発するようになり、その影響は時代を経るにつれて強力なものとなっていった。サトウキの応援と、その交易による莫大な土地と富を手に入れた成功者たちは、さらなる産業発展を求めて安価な労働力を日本を中心とする様々な地域より大量に呼び込み、ハワイ社会は多くの人種が混合した複雑な文化を育んでいった。白人勢力はやがて、 ハワイ人国家を倒し、近代化の名のもとに1900年には、アメリカ合衆国の領土として併合がなされた。さらに戦時下においては東西に台頭したアメリカと、日本の核質の余波をまともに受け、太平洋上の重要な軍事拠点として開発が進む一方で、ハワイへ労働者としてやってきた、大量の日本人移民は深刻な差別にさらされた。現代は、 観光都市として発展を見せる一方で開発による環境汚染、歴史以降の破壊や人口増加による地価、物価の高騰をハワイ人問題事務局が提唱している。ハワイ人による自治権の獲得など複数の問題を抱えている。ハワイはその解決の糸口を模索しながら今日に至っている。ハワイの島々は火山の活動により 海底から隆起して誕生したもので、北西部の古い島々は500万年前から100万年前、ハワイ島などの新しい島は約50万年前に形成された。カタマランをこぐ、ポリネシアンタの大陸と陸続きであったことはないため、無人の島であり、ジェームズ・クックがハワイに到達する以前の先住民たちは、どこかから海を渡り、この地へやってきたことになる。 ハワイは、他の太平洋の島々の多くがそうであったように、19世紀に、アメリカの宣教師がアルファベットを伝えるまで、文字を持たない文化を形成していたため、これらの問いに答える、歴史文書は存在していないが、言語学的な推測、溶岩に描かれたカハキーなどの研究から、最初に、ハワイへやってきたのは、オーストロネシア語族のポリネシア人であると、考えられており、 マオリアタヒチジンと同じ起源に遡ることができる。その年代については諸説があり、遺跡の放射性炭素年代測定に基づき紀元前500年前後から3世紀頃までと考えられている。また、ハワイに伝わる神話クムリポからも考古学的な考察と検討が行われている。クムリポは電気、おとぎ話、歴史伝承といったジャンルの神話が、 歌や舞踏、チャントなどで、代々の王家に伝承されたものであり、1700年頃に作られたものとされている。公式な発表としては1881年に、カラカワが公表したもの、1889年に、リリオカラニによって英訳されたものなどがある。クムリポでは創作されたグ話ワを交えつつ、ハワイ人の起源から13世紀前後の出来事までが、 語られている。言語学的検知、歴史以降や伝承神話などからの類推により、ポリネシア人は、カタマラニア、アウトリガーカヌルを操り、マルキーズ諸島を経由してやってきたと見られ、さらに数世紀後900年頃に、タヒチ島を中心とするソシエテ諸島からやってきた、ポリネシア系移民が定着したのが、始まりとされている。なお、 このポリネシア人たちの航海が本当に可能だったのかどうかについて、1976年から検証航海が行われた。ピンスマウピアイルグラ17人の男女が乗り込んだ丸木船、ホクレア号はマウイ島を出発し、31日目にタヒチに到着。1978年にはタヒチからマウイ島への航海も成功させ、 ポリネシア人たちの太平洋の航海が不可能ではないことを証明した。ただし、なぜ彼らが移動する必要があったのかについては、ハワイの神話やペトログリフを紐解いてみても、遠方への航海や交流を暗示するものはあっても、その明確な記述はなく、それまで居住していた島が、手狭になった、飢饉になった、他の島との戦で追放された。 日の後年の歴史家による根拠の薄い仮説が打ち立てられているに過ぎない。彼らはハワイ諸島へ定住するためタヒチシママを断続的に往復しタロイモ、ココナッツ、バナナといった植物や豚、犬、鳥といった動物をハワイ諸島へ運び込んだ。この大航海は14世紀頃まで続いた。フラをはじめとする 古きハワイの文化も、この交流の過程でもたらされたと考えられている。12世紀頃には族長による土地の支配と統制が、始まり、階級社会が誕生した。アリーを頂点とし、新官、職人や庶民、奴隷が続いた。土地の支配は、アフプアーと呼ばれる制度で規律され、山頂と海岸を結ぶ2本の線を、土地の基本単位とし、 境界線には豚をかたどった像が備えられた。アリーはヘルメットをかぶり、羽網のマントを身につけ、マナという特別な力を持つとされた。また、カウバは共同生活の規律を乱す犯罪者や、他の土地の捕虜の階級で、顔に入れ墨を掘られ、た階級との交わりが禁じられていた。時には、カフナの行う。 マジナイごとの生贄とされることもあった。ハワイ島を統治していた王、カラニオプー1778年、イギリスの海洋探検家、ジェームズ・クックによって、1月18日にオアフ島が、1月20日にカウアイ島が、発見され、ワイメアベに、レゾリューション号、ディスカバリー号を投病し、ヨーロッパ人として、ハワイ諸島への初上陸を果たした。クックは、 上官の海軍本部長、サンドウィッチ伯爵の名から、サンドウィッチ諸島と命名した。しかし、クックが、サンドウィッチ諸島と名付ける以前より、現地ハワイ人の間ではすでに、ハワイという名称が定着していた。ジェームズ・クックの最後突然の見たこともない、大きな船の到来と、そこに佇む異様な衣をまとう、乗組員に、先住民は驚きをののいた。 新しい回路の発見を目指す一行は、同年2月に、一旦ハワイを離れ、北西へと旅立った。その後、同年11月に、ハワイを再放したクックは、マウイ島とオアフ島の戦場調査後、1779年1月17日、ハワイ島、ケアラケクアワニア上陸した。ハワイ島の王であったカラニオプーは、クックを、ロノの化身と錯誤し、 平野の奥に鎮座する祭壇へ案内し、神と崇めた。クックは、先住民に神と間違えられることは何度も、経験しており、先住民らが望みそうな振る舞いを演じてみせた。ちょうどまか引きの期間であったので、先住民らにより法上の神ロノを称えるその祭りが、取り行われ、クックらに、七肉林のもてなしを行う。長い航海で女に飢えていた乗組員らは、 現地の若い先住民の女をはべらせ、約3週間縁に狂じた。2月4日、クック一行は、必要な物資を積み込み、北洋へこぎ出したが、カワイハイ沖で遭遇した、暴風雨に、レゾリューション号のメインマストが破損したため、2月11日、再度ハワイ島へ戻り、修繕に当たろうとした。しかし、先住民らは、クックはあまりにも、 人間的な肉欲を持っている、ロの神の乗る船があのように傷つくものだろうかといった疑念を持ち始める。先住民らが険悪な様相で、ディスカバリー号のボートを奪い取ろうとしたため、クックはカラニオプーを人質として拘束した。この異い,いは乱闘へ発展し、1779年2月14日、クックは4名の水兵と共に殺害されるに至った。 ディスカバリー号を率いていたチャールズ・クラークは大急ぎで船の修復を終え、イギリスへと舵事を取った。クラークは同年8月に結核で死亡したため、その後はジョン・ゴアが指揮をとり、イギリスに帰還した。海軍本部、英国王立協会に、クックの死、北方海路探索の失敗、そして、 サンドウィッチ諸島の発見を報告し、欧米に、その存在を知らしめた。ハワイ王カメハメハ一世この頃のハワイ諸島には、大族長による島単位での統治が行われていた。ハワイ島を、カラニオプーが、それ以外の島を、マウイ島の大族長カヘキリが支配していた。大族長は世襲制であったため、1782年に、カラニオプーが没すると息子のキワラオが多いよう、 継承した。軍隊の指揮で頭角を表しつつあったカラニオプーの、老いにあたるカメハメ派はこの時戦争の神という、称号を授かり、小原及び粉の領地を譲り受けた。これに立腹したキワラはカメハメ派に戦争を仕掛けたが、木を灰の戦闘で負傷し、逆に1790年、カメハメ派によるハワイ島統一がなされた。クックのハワイ諸島発見以降、 公益を求める者や植民地主義の帝国からの来航が頻繁に発生していたが、カメハメ派は外交手腕に優れ、欧米列国の領土的野心を封じる先見性も持っていた。カメハメ派は、クックの後継者ともいえるジョージ・バンクーバーを懇意にし、1794年2月24日、ハワイにおけるイギリス人水兵の安全保障の見返りとして、 外国のハワイ侵略をイギリスが防衛する防衛援助協定を取り付けることに成功した。これを契機にイギリスから仕入れた銃器を手に1795年2月、カムハメ派はハワイ諸島統一に向けて動き出し、同年4月までにニーハウ島とカウアイ島を除くすべての島を制圧し、ハワイ王国を誕生させた。1八百年、残りの島の制圧を目指したが、 嵐や、薬病の発生により部長に終わった。1810年、アメリカ人、ウィンシップ兄弟の協力を得て、カウアイ島大族長、カウムアリーとの交渉を行い、カウムアリーの終身統治を条件として、カウアイ島及び、ニーハウ島の割上に成功し、ハワイ諸島の統一を成し遂げた。リホリホカメハメ派が1819年5月8日に、多界すると、 長男のリホリホが多いを継承した。しかし、失勢能力に不安を感じていたカメハメハは、摂政の地位を新設し、リホリホの義母に当たる妻のカーフマヌをその地位に当てた。カーフマヌは、リホリホの母であるケオプオラニと協力し12世紀以降続いていた、禁令制度の廃止を進めた。土着信仰として根付き、かつカフナたちの立場的優位性を築いてきた多分を、 率先して破り、神を呼び、神官の存在を否定した。こうして、古代宗教の神殿は破壊され、礼拝や生贄といった儀式も中止されることとなったが、階層構造により保たれていた秩序や、規範も崩壊し、ハワイ王国は、波乱の時代を迎えることとなった。カーフマヌ1820年3月31日、アメリカ海外伝道評議会が派遣した聖職者、 ハイラム・ビンガム、アーサー・サーストンらを乗せた、タディアス・号が、ニュー・イングランドより小原に到着した。彼らはそこで見たハワイ先住民たちの非道徳的な、振る舞いに衝撃を覚える。男は、マローと呼ばれるふんどしのような帯の実を身につけ、女は、草で作った腰身のだけを身につけ、フラダンスという戦場的な踊りを踊り、生まれた幼児を平気でまびく彼らの文化は、無知で、野蛮で、 非人道的なものであると理解するに十分であった。こうした風紀と社会秩序の乱れを回復すべく、ビンガムを主導として宣教師らはプロテスタンティズムによる社会統制を試みた。こうしたアメリカ人宣教師らの影響は次第に教育、政治、経済の各分野へ広がっていった。外交の発展により、ハワイ王国では貨幣経済が急速に浸透し、 後払いによる外国製品の輸入を続けたため、みるみる負債が膨らんでいった。この状況を打破しようと、1823年11月23日、リホリホは王妃のカママルを連れ、貿易問題の解消を求めて、イギリスロンドンへ赴いた。しかし一行は、滞在先でマシンに感染し、カママルは、翌年7月8日に、 リホリホは7月14日に他界してしまった。リホリホの死を受け、わずか10歳の弟、カウイケアオーリが、翌1825年6月6日に大王に即位する。宣教師たちは、実質的な実験を握る摂政カーフマヌに近づき、ハワイのキリスト教家を進めることに成功した。カウイケアオーリ1827年、フランスより、 カトリック教会の宣教師がハワイへ上陸したが、すでにプロテスタントが浸透しつつあったハワイでの多州派の影響による混乱を危惧し、カーフマヌは退去を命じる。しかし1837年、再びカトリック司祭が来航したことから同年12月18日、ハワイでのカトリックの布教と信仰の禁止の命が、カウイケアを折り寄り下された。 この命は1839年に解除されたが、太平洋の他の諸島と違い、ハワイにおけるプロテスタントの影響は優勢であり続けた。プロテスタントの宣教師らはまず、ハワイ人に読み書きから教え始め、1822年にはアルファベットによるハワイ語が確立、1834年には太平洋地域で初となる新聞、カラマハワイ、 クムハワイが発行され、1839年には聖書が出版された。徹底した文教政策が奏功し、ハワイ住民の教育水準は飛躍的な高まりを見せ、近代化が加速度的に進行した。しかしこれは同時にハワイの伝統的な文化の断絶を意味していた。アレクサンダー・リホリホ1832年。 カーフマヌが母したため、摂政の後任として、カメハメ派の娘にあたるキナウが就任した。ハワイ王国は、西欧的社会の移入を推し進め、イギリスのマグノカルタをもとに1839年に、権利宣言を、交付。翌1840年10月8日に、ハワイ憲法が交付され、立憲君主制が成立した。1845年には、 基本法によって、行政府として、王、摂政、内務、財務、教育指導、法務、外務の各職が置かれ、15名の世襲制議員と7名の大議員からなる立法議会が開かれた。しかし、馴染みの浅い西欧文化に戸惑うハワイ人をよそに、ハワイに帰化した欧米の外国人が、ハワイ政府の養殖に就く様子が見られるようになる。こうした土壌で、 1852年には、ハワイ新憲法が採択されることとなった。この新憲法には、エイブラハム・リンカーンが、奴隷解放宣言を行うはるか、前に、奴隷制禁止条項が盛り込まれるなど、リベラルなものとなった。こうした西岡は、アフプアーを伝統とした、土地制度にも及び、欧米的な土地支給の概念が取り込まれた。1848年には、 土地法が制定され、ハワイの土地は、応領地、勧誘地、俗徴領地に分割された。しかし1850年、外国人による土地の支付が認められるようになると、対外債務を抱えていたハワイ政府は、土地の売却で負債を補うようになり、1862年までの12年の間に、ハワイ諸島の約75%の土地が外国人の支配する土地となり、 生活の基盤を失うこととなった。ロトカメハメハ1854年、カウイケアオーリンの没後、1855年1月11日、摂政であった、キナウの次男、アレクサンダー・リホリホが大いについた。この頃の行政府内には、アメリカ系、イギリス系、先住ハワイ人という3つの対立したグループが、形成されていた。 全王が採択した一般成人男子の賛成権獲得による王権の失墜を危惧したアレクサンダー・リホリホは兄のロトカメハメハと協力し貴族主義的な君主制の確立を目指した。イギリスの王政を高く評価していたアレクサンダー・リホリホは1860年ハワイアン改革カトリック教という名のエピスコパルをハワイに設立しイギリス本土より トーマス・ステイリーをはじめとする英国国教会の聖職者を招返した。この背景には、息子、アルバートを洗礼させ、イギリスのビクトリア女王を共母として立てることで、列強諸国と対等の関係を築こうとした政治的思惑があったとされる。しかし、1862年に溺愛する息子を亡くし、そのショックから立ち直れぬまま、 翌1863年11月30日に、アレクサンダー・リホリホ自身も死亡し、この目論みが、未達に終わる。王位は、即日兄のロトカメハメ派が継承した。ルナリロカラカウア・ロトカメハメ派は、王権復興を目指して1864年8月20日に、新憲法を交付した。新鋭の王が続いたことで、 ハワイ王国がイギリスに傾斜することを危惧したアメリカ合衆国は極秘裏にハワイ王国の併合計画を始めた。こうした中、時代の多い継承者を指名することなくロトカメハメハが1872年に急成する。多い決定権が議会に委ねられ、 新米派のルナリロが1873年1月9日に即位した。ルナリロはアメリカ人を閣僚に据え、アメリカからの政治的、経済的援助を求める政策を取った。アメリカとの互計条約締結を目的とし、交渉がなされたが、ルナリロが結核にかかり、そのまま没し,したため、大井は再び議会に委ねられることとなった。 選挙の結果、カメハメ派の有力な助言者、カメイアモク、ケーアウェアヘウルの子孫にあたるカラカウアが当選し、1874年2月13日に即位した。カラカウアは、前王の意志を継ぎ、1875年6月3日、米府 5K 条約締結を成し遂げた。この条約によりハワイのすべての生産品は、非課税で、アメリカへの輸出が可能となったが、 第四条として、ハワイの、いかなる領土もアメリカ以外の他国に譲渡、対応せず、特権も与えないとの文言が組み込まれ、ハワイのアメリカ系統へ白車がかかることとなった。有効期限を7年と定めていた、最初の条約の期限が近づいた1883年、この条約は米や砂糖の生産業者など、アメリカ国内において、合衆国の利益を損失するとして、 少なからぬ批判が紛失したが、上院議員ジョン・モーガンなどの帝国主義的、拡張論者らにより、その他の、より高次元な益があるとして、反対勢力を抑え込み、かねてよりモーガンが主張していた真珠湾の、独占使用権を獲得することを条件として、1887年11月に、条約の更新がなされた。1887年、 野党議員ロリン・サーストンが中心となって急進的な改革を施行する秘密結社、ハワイアン・リーグが設立された。同年6月30日、ハワイアン・リーグは、ハワイの白人市民議勇軍ホノルル・ライフルズと協力し、カラカウアに対して首相であったウォルター・ギブソンの退陣と新憲法の採択を要求した。これに対し有効な対策が取れなかったカラカウアは、 自ら組閣した内閣を解散した。その後、ホノルルライフルズらが起贈した新憲法を半ば強引にカラカウアに承認させ、1887年7月6日に通称ベオネット憲法が成立し、王権の弱体化はさらに進んだ。カラカウアは強大化するアメリカ系勢力を牽制しようと日本を名手とする東洋諸国との同盟や、 ベオネット憲法の廃案を画策するなど、王権の復興を試みたが、1891年1月20日、志を貫徹することなく、サンフランシスコにて隠しした。リリウオカラニ1891年1月29日、公認として、カラカウアの妹にあたるリリウオカラニが、大いについた。しかし、リリウオカラニの指名した閣僚が、 再三にわたりそれを拒否し、内閣が成立しない、政治危機が続き、1892年11月8日、ようやく組閣のための閣僚承認がなされた。リリウオからには賛成する問題のうち、財政なんだ派の対策として、宝くじやアヘンの売買を認可制度のもとに許可するという法律を制定したが、 この政策に対し、アメリカ系白人勢力から道徳的観点からの批判が噴出した。また、ベイオネット憲法に不満を募らせる王権派ハワイ人たちへの大作として1864年の憲法をバックグラウンドとした新憲法の制定を計画した。こうした動きに危機感を覚えたアメリカ講師ジョン・スティーブンスは、ロリン・サーストン。 サンフォード・ドールらと接触し、ハワイの併合に対して、ハワイ王国の転覆と暫定政府の樹立という具体的な計画を始めた。革命の舞台となったイオラニ宮殿1893年1月15日、サーストンらの呼びかけで前日結成された公安委員会を名乗る組織が、一般大衆に対し、ホノルルライフルズ部隊本部にて、市民集会を開く。 胸の呼びかけを行った。これに対し、王権派の閣僚は反逆罪の適用を検討したが、衝突を避ける、要主張する、アメリカ計閣僚の声もあり、対抗する集会を、イオラに宮殿で行うことが決定された。目的は、この集会にて理由をからにによる、新憲法を交付しないという声明を発表するものと、し、これ以上の混乱を阻止しようというものであった。 1> 翌1月16日、ホノルルライフルズで開始された集会でサーストンは女王を球弾し、自由の獲得を市民に訴えた。この動きに抗応し、スティーブンスは米国軍カンボストン艦長ギルバート・ウィルツへ、ホノルルの非常事態に鑑み、アメリカ人の生命及び財産の安全確保のため海兵隊の上陸を要請すると通達した。 同日午後5時、将校を含む武装した海兵隊164名がホノルル港へ上陸した。1月17日、ハワイ王国最高裁判所の判事であったサンフォード・ドールは、新政府受立の準備のため判事を辞任した。同日午後2時、政府庁舎に公安委員会一同が集結すると、ヘンリー・クーパーにより、ハワイ王国の集結を呼び、 暫定政府の樹立が宣言された。駆けつけたホノルルライフルズラによって政府庁舎及び公文書館が選挙され戒厳令が敷かれた。ドールは暫定政府代表として各国の外交使節団及びリリウオ・カラニに対し暫定政府の樹立を通達した。リリウオ・カラニはスティーブンスに対し特使を派遣しアメリカが 暫定政府を承認しないよう求めたが、スティーブンスは、暫定政府は承認され、アメリカは、ハワイ王国の存在を認めないと回答した。これを受け、リリオかカラにはドールに対し、アメリカ合衆国大統領、グロバー・クリーブランドとの文書を送付した。暫定政府受立宣言後、ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン、スウェーデン、オランダ、デンマーク、ベルギー、メキシコ、 ペルー、イギリス、日本、中国といった国々が暫定政府を事実上の政府として承認した。ハワイをアメリカの保護下に置く、要併合交渉を進めていた暫定政府に対し、2月1日、スティーブンスは米国公使としてその要求を承認し、ハワイ政府庁舎に正常期が掲揚された。しかし、リリオカラニの抵抗やアメリカ国内における、 上司自派、及び、スティーブンスの取った強引な手法に対する世論の反発などで、すんなりと併合にこぎつけられずにいた。この事実を知った、グロバー、クリーブランド大統領は、スティーブンスの更迭を行い、アルバート・ウィリスを講師に任命した。ウィリスは、クリーブランドの指示のもと、道徳的観点から、暫定政府の取り消しと理由をらにの福井の道を模索した。 1893年11月4日、ウィリスはリリウオカラニが軟禁されているホノルルへ赴もむき、国家を転覆させた反逆者の処遇を、どのように希望するかを確認した。リリウオカラニは、法律上は死刑であるが、御者を認め、国外追放に止めるべきであるとの認識を示したが、後日の新聞紙面上には、ジョーが暫定政府の死刑を求めるとの文字が踊った。 この報道は劣荘であり、その後訂正がなされたが、ウィリスは12月20日、ドールに対し、リリオカラニを正式な、ハワイの統治者であることを認め、現地くらいと権力のすべてから退くことという、クリーブランドのメッセージを伝えた。ハワイ併合で、初代知事としての任命を受けるドールこうした状況から、ドールらは、クリーブランドの在任中の併合は、 不可能であると判断し、過ちがあったのは、アメリカ政府の機関であり、暫定政府とは、無関係である。クリーブランド政権の要求は、内政干渉に当たるとした回答を12月23日に発表した。さらに、暫定政府を恒久的な政府として運営するため、ハワイ共和国と名を変え、1894年7月4日、 憲法の発布と新しい国の誕生を宣伝した。初代大統領はドールが継いだ。1895年1月16日、王政復興を目指す千住ハワイ人たちが反乱を起こし、鎮圧に当たった政府軍に死亡者が出た。リリウオからにはこの件に直接関与していなかったが、 弾薬や銃器を隠し持っていたという理由で、他の王族と共に反逆罪で逮捕され、イオラニ宮殿に遊兵された。1月22日、リリオカラには、王位請求を諦め、ハワイ共和国への忠誠を誓い、一般市民として、余生を送る、胸の宣言書に署名、ハワイ王国は、名実ともに滅亡した。 1898年1月のハバナで起きた暴動をきっかけとして、米西戦争が勃発する。この戦争は、太平洋上のスペイン領土を巻き込み、そこに戦局を展開するための高級的な補給地が必要であるとする世論が巻き起こる。アメリカはすでに、ハワイの新珠湾独占使用権を獲得していたが、これをより強固にするものとして、がぜ ハワイ併合派の声が大きくなった。そして7月7日、ウィリアム・マッキンリー大統領は、ハワイ併合のための決議案に署名し、ハワイの主権は、正式にアメリカ合衆国へ移譲された。1900年4月、ハワイ領土併合法が交付され、同年6月に、ハワイ領土政府が設立された。養殖には、ハワイ共和国下の官僚がつくこととなり、 初代ハワイ準州知事として、元ハワイ共和国大統領を出会ったドールが就任した。その後1900年ハワイ基本法と呼ばれる新法が敷かれ、ハワイにもアメリカの処方が適用されることとなった。パールハーバー1941年10月、アメリカ合衆国の併合により、既存の労働契約が無効化され、契約移民としてハワイに多数居ついていた。 日本人労働者がその過酷な労働契約から解放された。彼らは洪水のようにアメリカ本土への渡航を始め1908年までに3万人強の日本人がアメリカへ移住したとされている。こうした日本人移民が問題視されアメリカでの排日移民運動へとつながった。1907年に転校禁止令が敷かれ翌1908年には 日米間で行政処置としてアメリカ行き日本人労働者の渡航制限を設ける日米紳士協約が交わされた。また、ハワイ本土においてストライキが法的に有効になったことを受け、これを許行する労働者が増加した。アメリカでの反日運動が活発化するにつれ、ハワイにおいても日本人に対する風当たりは日に日に厳しいものとなっていった。 当時ハワイに住む2万人を超える日本人の子供たちのためにハワイでは150校以上の日本語学校が開設されていたが国粋主義を吹き込んでいるとの批判がなされた。こうした日本人の生活形態や日本人労働者やその子供に対する批判は英字新聞によって頻繁に取り上げられ日本人排斥論として世論を形成していった。 こうした批判から来る不信感はやがて共産主義者の陰謀論などと結びつけて日本人に対する恐怖感や嫌悪感を市民に上調する結果となった。そんな中で第一次世界大戦が終結し生産の機械化や合理化が労働を奪いアメリカに不況の波が押し寄せると移民の数を制限しようとする動きが出てきた。1924年には 移民数の上限を15万人に制限する法案が可決され、その割り当て数は北欧系に有利なものとされた。炎上するアリゾナ1941年12月7日、日本軍による新珠湾攻撃が行われた。約8時間半後の午後4時半には、ハワイ全土に戒厳令が敷かれ、1944年10月24日に解除されるまで、 多くの戦時規制がなされた。ハワイは重要な軍事拠点としてその役割を果たすこととなり、軍事基地の建設が加速し、太平洋潜水港の本部として、イオラニ宮殿に軍事政府が新設された。裁判権も軍の管理下に置かれ、逮捕令状なしでの拘束が認められた。住人には、 文言が設定され、身分証の携帯が義務付けられ、指紋登録が強制された。電話の登聴が実施され、すべての出版物、手紙が検閲の対象となり、日本語による、ラジオ放送などは即座に禁止された。同時に、日系人に対する不信感はさらに高まり、1942年1月5日には、長平年齢の日系二世男子は 4C に分類され、 すでに徴兵、編入されていた日系兵士は解任、除隊させられた。日本語学校教師やジャーナリストなど、特に危険とされた1500人にも上る日本人、日系人が強制収容所へ送られた。ハワイ地方防衛軍として国防に従事していた日系二世資源を吉田は、防衛総司令官でロス・エモンズに、アメリカに対する忠誠を誓う単眼章を送付し、 日系人による陸軍部隊である第442連隊戦闘団の前身となる大学勝利法師団を結成した。また、当時人口約26万人だったハワイに100万人とも言われる兵士と10万人近い新しい労働者たちがやってきた。軍需景気にはくかたわら、男女比は著しく不均衡となり、 アメリカ本土では1941年に兵士に対する売春行為が禁止されていたにもかかわらず特例的に認可されるほどであった。こうした現象は地元の女性にとっては脅威となりアメリカ人兵士によるレープ犯罪は後を絶たなかった。1942年6月ミッドウェー海戦でアメリカ軍が勝利をつかみ日本軍による ハワイ侵攻の可能性が低減すると、1943年に10日完成が解除され、1944年10月に戒厳令が解除された。翌年、第二次世界大戦が終結すると、ハワイでの日常に変化が見られるようになる。それまで白人に牛耳られていた政治、経済体制が一時的に西洋権力を取り上げられたことで弱体化し、 1946年に発生したストライキでは初めて労働者側が賃上げに成功した。また、アメリカ本土からやってきた兵士たちにとって、戦地へ赴くための一時の安息地として機能した。ハワイは彼らに、ハワイは身近な楽園というイメージを広めた。これを契機として、戦争特需に変わるものとしてハワイは観光施設の、 拡充に着手し始め、後の観光都市としての第一歩を踏み出すようになる。ハワイをアメリカの領土の一部から明確な州として確立させようという動きは、ハワイ王国、カメハメハ三世時代から何度も持ち上がった意見であった。1854年、新米派として知られるカメハメハ三世は、内部勢力や欧州列強の圧力からの保護を求め、ハワイ王国を アメリカの一州として併合するようアメリカ政府との交渉に乗り出した。しかし、時代のカメハメ派4世が親衛であったことなどから、うやむやのまま、カメハメ派3世死後、この話は立ち消えとなる。1900年のハワイ併合時にも、議題として、ハワイ率州案が挙げられ、サンフォード・ドールは、知事就任演説で、ハワイの率州化について言及した。 1903年、ハワイ領土議会は、連邦議会に対し、ハワイ律州法案の審議を請願した。1919年には、ハワイ選出の連邦議会大議員であったジョナクヒオが、ハワイ律州を訴え、連邦議会による律州に向けた調査が開始された。そんな中、1931年9月、トーマス・マッシー中尉の夫人タリア・マッシーが、 ハワイの地元の若者集団、カリヒギャングに暴行を受けたとして訴え、5人の若者が容疑者として逮捕された。タリア・マッシーは、この5人に間違いないと証言したが、弁護側が5人のマッシー夫人の証言とは矛盾する、材料を証拠として提示したため、売信不一致として5人の若者は、無罪となった。この事件は、アメリカ本土でセンセーショナルに報道がなされ、 ハワイの警察制度は古くさく、治安を維持する能力に欠けるといった世論が形成された。マッシー中尉は、この結果を不服として、仲間と共に、容疑者の一人、ジョセフカハ・ハワイを、誘拐、拷問の末、殺害してしまう。陪審は、加害者らを、懲役10年の有罪としたが、世論は、マッシー中尉の行為を、正当防衛、名誉ある殺人とし、 ハワイの裁判過程に不満を表した。これを契機とし、連邦議会では、ハワイの自治権剥奪などを盛り込んだ改正法案の提出がなされるなど、この事件は、ハワイ自治権の危機にまで発展し、ハワイ知事は、マッシー中イラを禁錮1時間に減刑するに至った。米国連邦議会の従属的な立場にあると、痛感した。 ハワイの指導者層は活発なロビー活動を行うようになる。1934年に選出された大議員、サミュエル・キングによって1935年、立州法案が正式に提出され、ハワイ立州承認問題の調査委員会が組織された。1940年には立州に関する住民投票が行われ、 有権者の3分の2以上が立州を望んでいることが判明した。こうした動きは第二次世界大戦により一時中断されるが、軍事政権下での抑圧とその解放を経験したハワイの市民はアメリカ合衆国の国家の一員としての意識が高まり、戦後はさらに小高に立州運動が叫ばれるようになった。ハワイ出身の大銀。 ジョセフ・ファーリントンの強い働きかけにより、また、ハリー・エストルーマンの支持もあったことから、1946年連邦議会は、ハワイをアメリカ合衆国の正式な州とすべきかどうか、再度検討を始めた。ファーリントンは翌年、ハワイ率州法案を連邦議会に提出したが、上院で廃案となり、未達に終わった。しかし、 これをきっかけとして立中華は共和党や民主党のマニフェストに組み込まれるなど大きな動きを持つようになる。一方で立中華反対派はハワイを東西冷戦を背景とした共産主義者の活動拠点であると断じ、その分子をアメリカの政治経済の中に取り込むことは危険であるとした。1950年代に入ると公民権運動が活発化し、 これに便乗する形で、ハワイ及び、アラスカの立集化運動が行われ、1959年3月11日、連邦上院で賛成76、反対15で可決。連邦下院で賛成323、反対89で可決し、連邦議会はハワイ州昇格を承認した。 ドワイト・ディー・アイゼンハワー大統領が1959年8月21日、宣言所長院を行い、正式にアメリカが主国の50番目の州に認められることとなった。今や、私たちは皆、ハオレといった流行語が誕生するほど歓迎ムード一式となり、ハワイ市民は達成感と新たな期待に酔いしれた。 アラモアナショッピングセンター1959年に立秋化して10年間で、ハワイはホテルやマンションの立ち並ぶ都会へと変貌するため、総額34億ドルにも上る建築が行われた。ディリンガムのハワイアンランド社による初の大型ショッピングモール、アラモアナショッピングセンターの開業、ジェット空路の連絡、貨物、旅客、 車両を運搬する大型船舶のための不当の建築、陸上幹線道路や水道の整備など、リゾート観光開発とそれに伴うインフラの近代化が加速した。1963年のアメリカ人に対するギャラップ、調査、金銭的なことを考えずに休暇を過ごしてみたい場所において、2位カリフォルニアに2倍近い差をつけた1位を獲得するなど、 立州を契機として観光産業が繁栄しアメリカ国内外を問わず観光客の来週は着実に増加し1967年12月28日100万人目の観光客を記録した日本が旅行規制を解除した1964年日本人観光客を生み込んだハワイでは日本語表示の導入や従業員への日本語教育を本格的に導入する 1970年からはパッケージツアーが本格化し、日本資本がハワイには欠かせない収入源となるほどになった。こうした日本の動きは、陶器面においても無視できない存在となる。日本の実業家、長野健治が1962年。 ワイキキのモアナホテルとプリンセスカイウラホテルを1940万ドルで買収したのを皮切りとして1972年までの10年間で50以上の日本の会社がハワイの不動産や企業を買収しハワイ支店を開設した1974年にはハワイ州上院議員アンダーソンらが日本の経済侵略として継承を鳴らすなど 社会問題として取り上げられるようになった。1980年代に入ってもこの動きは加速の一途をたどり、川本玄志郎や川口勝弘といった日本人投資家の不動産買収の話題が紙面上で踊った。ジャパンマネーに対する世論は非常に高下し、ハワイ大学イーストウエストセンターの研究者や経済評論家、クライドプレストイッツなどが ジャパンマネーがハワイに与える影響やその問題を強く、有料した。また、高級リゾートホテルと並び、開発のシンボルとされたのが、ゴルフ場で、1992年時点で68のゴルフコースがあり、さらに当年、州政府に対して93件のゴルフ場開発の申請が出されるなど、ゴルフ場建設ラッシュとなった。しかし、 ゴルフ場の開設は素朴で質素な生活を求める地元住民との摩擦を生み問題となった。これに対しファッシス長は公共設備開発使用料としてゴルフ場1件の開設につき1億ドルを支払う要開発者側に求めそれを地元へ還元することで摩擦の解消を図った。1980年代の後半になると 日本の国内外での投機的不動産投資の影響により、土地、住宅価格の高騰が起こった。しかし、インフレを懸念した日本政府や日本銀行の締め付けにより、投資欲が減衰し、1989年10月、東京株式の暴落が起こり、ハワイにおいても日本企業、日本人投資家からの投資が減退した。 進行していた数々のホテルやゴルフ場の開発プロジェクトがその計画半ばにしてとんざし棚上げされた。ホクレア号1967年に砂糖、パイナップル産業の収入を超え、名実ともにハワイ最大の産業となって右肩上がりを続けてきた観光業は1991年に初めて前年比1.2%減という落ち込みを記録した。 ジェームズ・ミッチェナーの小説、ハワイはアメリカ全土で広く愛読されている小説で映画化もなされた。こうした文学作品の中において、ハワイ先住民は前半の王朝史を彩る悲劇の主人公として描かれるが、近代化と共に姿を消し、ハワイの歴史として封建社会の滅亡と近代の夜明けといったステレオタイプに語られることが多い。これは、 英語教育をはじめとする同化政策による民族意識の希薄化、根欠が進み、ハワイ先住民が消滅していっていることが原因と考えられるが、この状況に危機感を覚えた1970年代以降、黒人運動や文化的多元主義の広まりとともに、ハワイ先住民の復興運動がにわかに叫ばれるようになった。 1974年、アメリカ先住民事業法が連邦議会を通過し、ハワイ先住民が正式にアメリカ先住民として認められるようになると、1978年、州政府はハワイ人問題事務局を設置し、ハワイ先住民が抱える問題への解決に注力するようになる。ハワイアンミュージック、フラ、 パニオロなどのハワイの伝統芸術を復興させようとする動きのほか、ハワイの伝統ゲームコナネの普及、アフプアーやペトログリフのような先住民が築いた制度や史跡の研究と復活、ホクレア号によるハワイ戦士時代の歴史の検証、食文化の復興によるハワイアンパラドックスの解消など多方面に伝播して活発化され、ハワイアンルネッサンスとも呼ばれるようになった。 ありがとうございます。